最後にパート3として、環境に対する自動車産業の現在の取り組みについての話をします。環境のことを学習できる施設を作って、環境に関する理解を深めてもらう活動も行っているよ。エコパワーが開発され、そして完成した車とエコの木、エコの葉っぱに書かれた児童の意見を発表します。社会貢献活動は環境を良くすることが分かりました。自分はできることをやりたいと思いますと。拍手。授業を通して車と環境、豊かさと環境の両立の必要性を学んだ児童たち、環境に優しく快適な未来を作るさまざまな取り組みを考え、実践していくことの大切さを伝えます。さようなら。車、それから環境、いろんなこと難しいんだなということも分かってもらったと思いますし、ありがとうございました。トヨタ販売店とトヨタ自動車では、未来を担う子どもたちに車を通じてワクワクドキドキするさまざまな体験機会をこれからも提供していきたいと思っています。